スポーツ人サッカーアカデミー湘南七夕フィールド。スポーツ人チャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしております。はい、それでは、本日は相模原市で活動されているアトラソン FC ジュニアスの西条代表兼監督にインタビューさせていただきます。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、早速なんですけど、はい、いろいろチームの情報をお聞きしたいなと思うんですけど、練習場所とかっていうのはどちらでやられてますか？普段の練習はこちら今、今撮影使っていただいているカズフットサルパーク、はいはい、ここは、フットサルコート2面のところと、はいはい、あとは平日相模原市内の小中学校のナイターのグラウンドを使わせていただいて活動しています。はいはい、もここはホームグラウンドみたいな感じ。そうですね、ホームグラウンドで、はい、いいです、ね。あとは練習回数っていうのは週に何回ぐらいやられますか？今火曜日、はい、木曜日、金曜日、はい、週3回、はい、でまあ土日はトレーニングマッチだったり、はい、まあ、公式戦だったりっていう形なので、まあ、そこまで含めるとまあ週5回という形になります。なるほど、なるほど。あとこう泊まりでする合宿なんかは年に何回ぐらいやられますか？合宿はですね、まあ、大きな休みのところで、はい、春、夏、冬の、まあ、3回っていうところで、はいはい、まあ、短期の遠征は、まあ、僕自身は静岡出身ということもあって、はい、静岡だったり、あとは関東の、まあ、千葉、はい、まあ、埼玉だったりと、はい、いうところの、まあ、短期の遠征は、随所にやってるからです。こう年間にかかる費用なんか大体で分かれば教えていただきたい。はい、年間でかかるものは、まあ、合宿に関しましては、はい、2泊3日、春と夏で冬に関しましては2泊3日、はい、なので、大体、4万円かからないぐらいです、はいはい。で、夏に関しましては3泊4日行っているので、はい、まあ、5万円かからないぐらいですかね、はいはい。まあ、その時の、まあ、バスだったりですね、はいはい、いろんなもの今もろもろ、まあガソリン代もそうですけど、はいはい、ちょっとそこによって、まあ、多少は変化、はい、変わるところあるかと思います。なるほど、はい、了解です。あと選手の募集人数っていうのは大体何名ぐらいを目安に考えられますか？そうですね、今年に関しましても、はい、一応、まあ、マイクロバスで、はい、都度合宿だったり遠征を行っているので、はい、大体28名、はい、を目安に募集の方はさせていただいてます。なるほど、はい。ちなみに今現在だと13、14、15、何名ずつぐらいいらっしゃるんですか？今ですね、3年生が、16名、はい、2年生が17名、はい、で、1年生が28名という形です。はい、なるほど、はい。こう来てる選手なんかは大体どの辺から来てる子が多いですか？そうです、今、まあ、相模原市で活動しているのもありまして、はいはい、で最寄り駅が、まあ、橋本駅というところなんですけど、はい、まあ、こちらがあの JR と京王線の、はい、まあ、停車駅でもあるので、はい、相模原市内はもちろんなんですが、はい、八王子だったり、まあ、東京の近隣のところからも来ていただいてます。なるほど、はい。コーチの人数っていうのは何名ぐらいで見られてますか？今ですね、ジュニア、私たちあのジュニアのチームもございまして、はい、ジュニアスクールとジュニアユースという形で活動しているんですけども、はい、今、現在は、7名のスタッフで、はいはい、運営の方させていただいてます。あとこうクラブの特徴なんかあれば教えていただきたいなと思うんですけど。そうですね、僕たちは本当に、まあ、個に特化したということで、はい、まあ、ボールに対してこう一人一人の、はい、技術、テクニック、アイデアというものを増やすということをテーマにやってます。なるほど、なるほど。具体的になんかこう個に特化するという形でなんかこうどういう練習をしているとかどういう取り組みをしているみたいなあれば何か教えてほしいなと思うんですけど。こう、まあ、いろいろもちろんサッカーっていうのは、まあ、ドリブルがあってパスがあって、はいはい、シュートがあってもちろん個人戦術があって、はい、チーム戦術があってっていう中でなんですが、まあ、トータルの中で、はい、やはりこう一人一人の能力値をアップするっていうのが、まあ、チーム戦術チームの総合的な力を高めるってことだと思うので、はい、でその中で一番ボールをたくさん触って、はい、まあ、ボールに触れ合いながら成長するってことを考えると、まあ、ボールタッチだったりドリブルっていうものを、はい、こちらの練習をまあ多めにやってることと、はい、まあ、サッカーの中でファーストタッチっていうものを大切にしているのでそれとファーストタッチと、まあ、そういったドリブルパスというのを組み合わせたトレーニングを行っています。ありがとうございます。あとこう練習会とかセレクションちょっとお聞きしたいんですけど、はい、練習会の日程っていうのはこう決まったりしてますか？はい、今、6月それこそ今週ですね、はいはい、6月の8日から、毎週木曜日のところで、はいはい、今月に関しましては4回、はい、開催予定であります。で、セレクションに関しましては7月のところで、はい、7月の2日と、はい、17日のところで2回開催、はい、予定であります。なるほど、なるほど。あとこう
も最初から見て、いい選手だなっていう、その選手を見るポイントなんかあれば教えていただきたいなと思うんですけど。そうですね、一番は、ちょっと抽象的なんですが、やっぱりサッカーが大好きかなっていう、はい、ところですね。本当にこう好きこそものの上手なれじゃないですけど、はい、こう努力は夢中に勝てないとか、はい、やはりこう好きなものに対しての、はい、こう目が変わってこう取り組む姿勢っていうのを、はい、こう一番、意識して見てます。それがあればその先、まあいくらでも上手になるかなと思ってるので、はいはい、そういった目を見させてもらってます。なるほど、ありがとうございます。最後にちょっと進路のところをお聞きしたいなと思うんですけど、大体こう卒業生っていうのは大体どの辺の進路先に行かれる選手が多いですか？そうですね、県内、まあ、公立ですと、まあこの近くになりますと、まあ、八重高校だったり厚木北高校だったり、はいはい、まあ、神奈川県の、まあ、ベスト8だったり、はいはい、校に入るようなところを伺って、進路先として、選択していったり、はいはい、あとは県外に関しましては一応、まあ、僕たちのやってるサッカーの特徴を生かした、はい、静岡学園さんだったり、はい、清和学園さんだったり、はいはい、そういったところにこうスタイル的にも含めて、はい、あとは全国大会だったりその先の、はい、レベルアップということを考えたところに、はい、進んでいただいてます、ね。はい、あとこう先ほどちょっとお話伺っている中でその高校のアドバイザーとしてこう行ってるっていうことで、あ、そうですね、ちょっとお話いただければ、はい、実は、まあ、実はあれですけど今東京に日体大荏原高校っていうところで、はいはい、一昨年から、はいはい、前からですねアドバイザーという形で、はいはい、今こちらでアトラソでやらせていただいているこう、まあ、見ている人たちを魅力的なサッカーという、はい、ことでやらせていただいていて、はい、まあ、そういったサッカーを、まあ、高校サッカーの方でも作ってほしいということで、はいはい、呼んでいただいてですね、はい、今その日体大荏原高校の方で、はい、それこそ静岡学園だったり清和さんの、はい、魅力的なサッカーを、まあ、追い越そうと今頑張っているところで、はいはいはい、今年も一応2名、はい、アトラソの方から、はいはいはい、新名さんに選んでいただきました。またそちらもぜひ、はいはい、了解です。あと最後に、まあ、6年生見てる子多いので、はい、まあ、これからこうセレクション受けるっていう、まあ、選手に向けて何かアドバイスあればいただければっていう。そうですね、す僕自身もこう現役時代小学校6年生の時に、はい、まあ、大会出た時にもその大会の中で一番小さい選手だったので、はいはい、当時137センチぐらいしかなくて、はいはい、でまあ、それなりに静岡で育ったので、はいはい、まあ、全国大会だったりいろんなところで、はい、まあ、代表だったりいろんなところでサッカーを経験させていただいたんですけど、はい、まあ、今振り返ってすごく思うのは、はい、こうやはり自分の特徴だったり、はい、こう背伸びは大事なんですけど、はい、こう自分の特徴を最大限活かせる、はい、こう自分の魅力をさらに成長できる、そういったチームを選ぶのがベスト、選んでいただくのがベストかなっていう、あくまでもこう目先だけではなくて、はい、その先の将来的なところまで、はい、こう長いビジョンで見ていただけると、はい、いい選択肢が、はい、できるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。あと何か最後クラブの告知のようなものあれば。そうですね、いただければ、一応アトラソンでインスタと Facebook 等と、はい、あまり僕自身がやってるので上手ではないんですけど、はいはい、一応またそういったところで発信させていただいているところと、それこそ先ほど紹介させていただいてこちらのカズーフットサルパークで、はい、こちらでまあサッカースクールと、はい、ジュニアのチームと、はい、まあ、ジュニアユースと、あとは普段のですねレンタルコートだったり、はいはい、金曜日の夜にコサルという形でですね、はい、大人の方にも個人フットサルという形でも、はい、やっておりますので、はい、もろもろ含めて、はいはい、ぜひご利用と遊びに来てもらえればなと思います。ありがとうございます、はい、今これ見て興味持たれた方、e スポーツビットの YouTube チャンネルの概要欄の方にも、はい、アトルさん FC の、リンクを貼っておきますので、まあ、そちらから興味持たれた方はお申し込みいただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、本日は相模原市で活動されているアトラソン FC ジュニアエースの西条代表兼監督に、インタビューさせていただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。スポーツビットチャンネルではジュニアユースの進路を中心に少年サッカーの情報を配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。